ね、この雨でもやるんだね多分ね。まあ、結構な人いるしね。そうか、こんな感じか。あ、でもケバブだらけだね、こうやって見ると。はい、地元の流山の花火大会が始まりました。結構小雨、結構みたいな感じで、空が曇ってるように見えますが、これは小雨が降ってる状況ということですね。今回は私自身は時の ATXI の 11-16mm F2.8CF をキャノンの EOS R5、まあ、APS-C のレンズをフルサイズのカメラにつけて使う形になるんですが、まあ、ワイドレンズで撮っていこうと思います。動画で撮影するときに F2.8 50分の1秒だとちょっと明るすぎる感じですね、今の感じだと。はい、今ちょっと明るさ合わせまして、今これで感度がいくつだろう、8000かで、 F4.5 の50分の1秒、あ、感度を下げて F 値を上げた方が本当はいいんだな。 F 値を下げて、ね、F2.8 絞りを上げて感度が3200というふうにしました。どうでしょう、3200の50分の1秒です。花火大会こんな感じで結構な、はい、勢いで上がっています。レンズを交換しまして、これはレンズベリーのコンポーザープロ2でスイート80というレンズですね。こんな感じでピントがアウトフォーカスだけど綺麗にボケてるという感じで撮影をしております。カットを下げられるな、ちょこ繰り返る感じでどうでしょうか。でレンズベリーを使う時の特徴としては、真ん中はピントが合うんですけど、流れたように映りますから、ね、ピントが合った像と流れる像の両方が動画で見ることができるということで、これはこれですごく面白いんじゃないかなと思います。まあ、F は開放の 2.8、 感度は1250で50分の1秒というシャッタースピードですね。まあ、ここからだと三郷川の花火はこの程度、かなり遠くに映る感じということで映るわけですね。流山と対岸の三郷が一緒に花火大会をするので、こういった感じで遠くの花火と近くの花火がこの位置からは見えるといった状態で映すことができます。しかし遠くの花火ですね、これがレンズベリーのコンポーザープロ2スイート80での動画ということで、まあ、結構ですね、この斜めに光の線が流れてる感じというふうに見えるかと思います。これもうちょっとまっすぐにするといいかな、まっすぐにはなってないかな、こんな感じで。まあでも遠いけど、遠いなりにうまく画角に入るといった感じですね。 80mm での動画というところですね。
里側は光ってるんですけども、なんか雲みたいなのに遮られて、あまりうまく見えないといった感じですね。こんな感じで、今日はあまり天気が良くない花火大会という感じになりました。迫力でね、まあ、距離が近いこともありますけども花火を撮ることができています。さあ花火の芯を捉えて撮ることができましたね。今自由運台 SBH255 の運転を緩めて花火の芯を追っかけて撮ろうということでやっております。これでこんな感じですね。いい感じで撮ることができました。